Have you ever felt? Are you listening? はい、というわけでね、なんだか少しカッコつけて始めてみましたけどもね、トレーニングが終わって汗だくの顔のよりというので、オープニングをスタートしました。トレーニング今日ねしていきました。久しぶりでもないんだけど、ちょっとね、こういうタンクトップを着てトレーニングっていうのがなんかこう久しぶりだったんでね、なんていうかね、やっぱりこうナルシスティックなあれでもないんですが、自分が今体どうなってんのかというのをちゃんと見ながらトレーニングするのは大事なんじゃないかと思っております。はい、ベンチプレスやってまいりました。まあ久しぶりにこのねバーベルを上げたんですけどもね、やっぱりねバーベルって結構俺は怖くてもちろんこれ安全バーがあるんですけどね、こういうダンベルの方だと、まあ片っぽずつだから片っぽずつ下ろしていけば首にグーンとかないじゃないですか。でもバーだとね、なんか安全バーに下ろすしかないんだけど恐怖感がありますね。でもね、その恐怖感が筋肉を育てるみたいですけどね、そのギリギリの状態に自分を持っていくという意味でね、なんでたまにはやっぱベンチプレスやなきゃなと思いました。これダンベルフライっていうやつをねやってます。今日は胸重い鍛えていきたいということで、いやーしかしね、このさっき汗だくの顔を見せましたけど、とにかくねマスクして運動する暑さやっぱりねかなり激しくなってきました。あ、このベンチにもこう背中に汗の跡がついちゃいますけどもね、さらに胸ですね。いつも言ってるんですけれども、重ためのを上げた後に割と軽めのパンプアップ種目っていうんですけど、血液を送り込むようなね軽めのやつでこう速い動きでっていうのをこのケーブルクロスオーバーってやつでやっておりますね。いやこれなんかも結構ね汗だくになる要因なんですけどね、重いのを短く上げてそれで終わりだったらそこまでね汗だくにはならないでしょうけど、やっぱりでもマスクがきついかな。どうしても今ねしょうがないんですけどね、ジムに入るときは熱を測って入りますし、マスクをして運動というのがなんか当たり前になってまいりましたね。いやでもこれからますます暑くなると思うと憂鬱だけどね、汗だくすぎて、まあやってる感充実感はあるんですよ、汗をかいてね。ただこうマスクがぐっちょぐちょになっちゃった今日はね、帰りには、その感じがきついですけどね。はい、あと少しだけ肩の種目をやろうと思ったんですが、あのねこう肩をこう横に上げていくサイドレイズってやつなんですけどね、なんかねみんないろんなこと言うことが違うんだよね。こういう風にやった方がいいっていうみんな言うんだけど、これなんかちょっと V 字にこうダンベルを V 字に持ってですね、でこう少し前傾になってこう上げるといいっていう人の意見を今日はこれ取り入れてやってみたんですけども、このやり方ちょっと初めてやったんでね。でもね人によって全然こう細かい指摘が違うんですよね。だからまあ聞いたら試すっていう感じでやってみようかなと思ってるんですけどね。はい、だから逆にですね、今みたいんじゃなくて、だいたいねセオリーとしては小指側から上げていくってよく言われるんですけど、それ別にそうじゃなくていいっていう人もいるわけ。例えば、こういうちょっとバンザイみたいな感じ、これ長年バンザイは良くないって言われてたんですが、まあこれがいいっていうね、トレーナーの方もいらっしゃるということでね、まあいろんなものを取り入れつつ、まあ何が効くのか試してみるみたいな感じでいつもやっております。飽きるからね、一個のやり方にこだわると飽きないように変化をつけていきたいと思っております。はい、というわけでチャンネル登録高評価などよろしくお願いします。あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますのでよろしくお願いします。小林隆史でした。